カット日、ヤンヤン姫は、1988年10月4日から、同年12月27日まで、テレビ、東京系列で放送された、バラエティ仕立ての時代劇である。放送時間は毎週火曜19時19時30分。第1話のみ19時20時の拡大スペシャルで放送。全13話、ヤン姫と、ヤギ役丸の忍者兄弟が仲間たちと共に、江戸で起きる、 様々な事件を解決する物語。完全超惑物の時代劇の定材をとっているが、当時の人気芸能人が多数出演し、劇中の随所に歌あり、笑いありの演出が挿入されるコミカルな内容となっており、また、地上げディスコ、暴走族、ネズミコウなど、現代の風俗が登場するなどの型破りな演出も取り入れられた。 開演間もない時期の日光江戸村で、ロケ撮影が行われ、日光江戸村劇団も脇役で出演した。また番組タイトルは1977年10月から1987年9月まで、同局にて放送されていた、ヤンヤン歌う、スタジオを踏襲しており、ヤンヤンシリーズの3作目でもあった。時は、江戸時代、江戸の街は平和が続いていたが、 その裏で様々な悪がうごめいていた。だが、そんな悪事に対して完全と立ち向かう兄弟忍者がいた。将軍の側室の子供である野牛忍者兄弟、ヤン姫と野牛薬丸であった。兄弟はいつもは町民として暮らしているが、事件が起こると野牛忍者と化し、得意の忍術や野牛忍者の武器製造人、尾形大の心の作った兵器で悪人を懲らしめていった。 だが、そんな兄弟の前に、強敵が現れた。幕府天覆を企む悪の忍者集団、風魔忍者だ。風魔は、海外からの強敵を派遣して、襲ったり、罪もない侍などを利用して、次々と悪事を企む。だが、野牛兄弟は尾形をはじめ、五月太夫や千京へといった仲間たちに助けられながら、風魔の悪事を粉砕していく。次々と悪事を妨害された風魔は、 ついに最後の手段に出た。おねずみ教なる宗教団体を開き、次々と町民を信者にして、現実で町民たちを操り出した。だが、野牛兄弟と仲間たちは、おねずみ教の総本山へ向かい、風魔と対決、現実に苦しみながらも、ついに風魔を倒したのであった。ヤンケーン、立花リサ本編の主人公、将軍の側室の子供であったが、幼少時に、 野牛の里で忍者の修行をし、区の一として、江戸へ戻された。そして兄、薬丸と共に、江戸の平和を守ることとなる。普段は町民を装っているが、いざ事件が起きると、大木に隠した、野牛石周祭ゆかりの手鏡で、野牛区の一安姫へと変身する。野牛薬丸園、薬丸広秀副主人公。安姫の実の兄にして、野牛忍者。 彼も普段は町役者、薬の進むとなっているが、事件が起きると、野牛忍者と化し、ヤン姫を助ける。尾形大の新園、尾形大作野牛忍者の武器製造人で、野牛兄弟のために様々な武器を作る。普段は笠屋。五月多遊園五月緑一座、五月座の女座長で、とても切符がいい。第六話でヤン姫を助ける野牛忍者であることが、 明かされる。千兵衛演。仙台蜜をあまり流行らない旗子。仙台屋の主人。ひょうきんな男だが、彼も、ヤン姫を助ける野牛忍者であることが、第6話で明かされる。武器はヌンチャク風のソロ版。第4話から登場するワールの忍者集団。幕府転覆のために、様々な悪事を企む。また、東梁は、ドクロのお面を被り、幻影で現れる。 剣作り縁ウガンダトラ、風魔の注任。変装して悪事を働いたり、下人たちを指揮する。巨漢で、怪力自慢。顎、松園顎、イサム剣作りと並ぶ風魔の注任。剣作りと共に悪事や指揮を担当する。おも長で出顎が特徴。お調子者、木助縁、藤本正則、仙台屋のデッチ。おっちょこちょいで、 風魔などの悪事に利用されることが多い。お、弓縁、藤間弓を広縁、石田広子お崎縁、柏村玉木役の進むの追っかけをしている町娘。ナレーター性銀河番上第1話第2話第3話、第4話第5話第6話、第7話第8話第9話第10話、第11話、第12話作詞、秋元康、作曲、堤京平、編曲、船山本木、 歌、立花リ沙ありがとうございます。